第563条1全条第1項本文に規定する場合において飼い主が相当の期間を定めて履行の追加の催告をし、その期間内に履行の追加がないときは、飼い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。2全項の規定にかかわらず次に掲げる場合には、飼い主は同項の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。1履行の追加が不能であるとき。2売り主が履行の追加を拒絶する意思を明確に表示したとき。3契約の性質または当事者の意思表示により特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売り主が履行の追加をしないでその時期を経過したとき。4全3号に掲げる場合のほか、飼い主が全項の催告をしても履行の追加を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3第1項の不適合が飼い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、飼い主は全項の規定による代金の減額の請求をすることができない。飼い主が肉10キロを買いましたが受け取った量が少なかったとします。この不足が飼い主の責任でない場合、飼い主は期限を定めて追加の請求をします。それでも売り主の追加がないときは、飼い主は代金の減額請求をすることができます。ただし肉を各号に定める場合は催告なしですぐに減額請求することができます。これはほぼ無催告解除の条件と同じです。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。